皆さんこんにちは、Bレジェンドスミラです。本日は、新登場となるBレジェンドね、パウダーボトルについて説明していきたいと思います。こちらのね、基本的な用途なんですけれども、プロテインパウダーのね、持ち運びであったり BCAA、EAA とかね、スポーツ&リカバリーとかのね、アミノ酸のね、こう持ち運びなんかにもご活用いただけるボトルになっております。下がね、こう回って開くようになっておりまして、ここにね、スプーンでプロテインパウダーであったりアミノ酸を入れていただいて、蓋をしてこういった感じで持ち運んでもらって、上の部分がね、こうプロテインのボトルみたいになってまして、開けてもらうとちっちゃい口が出てくるんで、ここの部分からもうシェーカーに直接入れてもらったり、スクイーズボトルとかでね、スポーツ&リカバリー飲む時とかにちょっとね、スプーンが入れにくいっていうお声もね、ちょっといただいてたりしたんで、こういうとこに入れていただいてからね、こうやっていただくとスムーズに移すこともできますんでね、ぜひね、こういったパウダーボトルご活用いただければいいんじゃないかと思います。で、実際に、ね、入れていきたいと思います。ついてる黒スプーン、まず1杯分入れていきます。はい、入りましたね。まあなんかちょっとまだ余裕はあるんですけど、1食分ぐらい持ち運ぶのがね、いいかと思います。自分のね、バッグであったりギアをね、入れるちっちゃいバッグとか持ってる方多いかと思うんですけど、カラビナがね、ついておりますんで、ジムバッグとかね、お持ちのカバンとかにもね、こうやってつけていただけるんで、外出先とかにも、ね、非常に持ち運びが便利になっております。外出時間が長い時とかね、2食分、3食分どうしてもね、持ち運びたい時とかあると思うんですよね。まあそういった時にね、シェーカーにまず1個入れておいて、カバンにね、もう1食入れてつけておけば、こっちで飲んでこういう感じで入れて、まあ次のね、プロテインタイムなんかにもね、使えますんで、ぜひジムのお供にご活用ください。こちらのね、パウダーボトルなんですけれども、プロテインパウダーとかアミノ酸をね、持ち運ぶようにね、こうデザインされているものなんで、こちらの中にね、水とか入れちゃったりするとこぼれちゃったりする恐れがありますんで、まあそういった使い方はね、できるだけしないようにしてください。こちらのね、プロテインパウダーボトルは非売品となります。で、どういった時にね、手に入れることができるかと言いますと、ノベルティキャンペーンっていうのがね、定期的に行われてます。まあそういった情報をね、Bレジェンドの SNS などでね、アップしておりますんで、そちらチェックしていただいて、プロテインパウダーボトルが対象になっている月に、その対象金額をお買い上げいただくと、こちらのパウダーボトルがね、買った商品と一緒にお客様の手元に届くっていう形になりますんで、ぜひね、そういうキャンペーンやっている時をね、狙ってBレジェンドのね、商品購入いただければいいんじゃないかと思います。それではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。